皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の貴子録のテーマは忘却は神様がくれた知恵ということについてお伝えしていきたいと思います。人生ですね、生きていると、皆さんもそうかもしれないし、私もそうなんですけれども、必ずしも良いことばっかりではないですよね。自分にとって辛いこと、悲しいことっていうのも、当然訪れます。それが人間関係的なものになるのか、あと物質的なものを失うとかね、なくすとか、天変地異なんかはそうじゃないですか。普段こんな、戦後最大の災害だとかっていう時に何かを失うようなケースは物理的、その時にもしかしたら大切な方を亡くすとかっていうことがあると両方ダブルでくるから、だから災害とかっていうのは本当に心のダメージが、大きいものなんですけれども、それはもちろんあるんですけれども、普通のね、人間関係とかで、信じていたのに裏切られたとか、そもそもその人を信じていい人だったのかっていう話は別としてですよ。それが仮にあった時にはやっぱりそのどういうふうに考えたらいいのかっていうと、そのこと自体はもう起こってしまっていることなので、あとはどれだけそれを気にしないで生きていけるかっていうことにフォーカスをした方が、いい感じです。で、忘却は神様がくれた知恵っていうね、言葉があるんですけれども、忘却っていうのは要は忘れていくっていうことなんですけどね。人間ってちゃんと時間が経つとものすごい強い記憶だったものも、トラウマ級なものはなかなか忘れがたいんですけれども、ある程度のことであれば時間の経過とともに薄れていきます。その時の憎しみもそうだし、苦しみもそうだし、いろいろなこう渦巻く黒い感情って時間の経過とともにだんだんやっぱり薄まる性質を持っていて、それっていうのはね、やっぱり神様がくれた知恵なんじゃないかな。でないと全部もし覚えてたらですね、相当辛い感じになります人生が。だから、私も辛いなという思う人間関係的なものもいろいろ経験してきてますけど、やっぱり時間が経つと薄れていくし、忘れていく、忘れないものもありますよ、あるんだけれども大概薄れていきますね。だからそうすると、あ、そんなことあったよねぐらいまで10年とかね、例えばね、思ったりする時とかもあるんですよ。だから今がどんなに苦しかったとしてもですね、それを見ないようにするっていうと、またそこに執着してしまうことになるから、執着を手放すっていう観点で新しいことにね、チャレンジしていると忘れちゃうんですよ。そういう昔のこととか過去のことって、特に辛かったことなんて。だからどんどんね、新しい時間と新しい人、新しいチャレンジを手にしていくことによって辛かったことっていうのも忘れられる。で、それは時間とともに薄れていくようにちゃんと人間の脳って設計されているので、そこをね、使いながら生きていくっていうのがいいのかなと思います。だから今ものすごく辛くてって言っても、必ず夜がね、明けない夜はないっていうのと同じように、夜っていうのは必ず明けるので、そのことを信じて日々少しずつ前進していくと、だんだん辛かったことっていうのは薄まっていくんじゃないかなというふうに思っているので、今日は辛かったことがね、あった時これからどうしていいのかっていうことを考えている人にメッセージをお送りしたいと思います。それでは